京グルメファンの皆様こんにちは。今日は山内アナウンサーがいよいよデザートです。甘い美味しいフルーツゼリーを今日は食べる様子、私榊原の実況でお伝えしてまいります。まずはプラスチックのスプーンを袋から出すところから入ります。さあ色とりどりのフルーツが入っているゼリー、何からいくのか。しかしこれはもう上からいくしかありませんね。まずは上からいきます。一番上のこれは、おお、ゼリーも一緒になかなか難しい。どうでしょう、口元まで持っていけるか。大口でいく。これまた大口、こんな大きな口を開けて女性アナウンサーが食べますかというぐらいの。いいんです、これが YouTube なんです、これが実況グルメなんです。大きなカットしたパイナップルと一緒にゼリーも大きくついていきました。そして今度ゼリーだけでいきます。うん、フレッシュな果物、そしてその周りにゼリーがコーティングされています。今度はイチゴ、真っ赤に熟したイチゴゼリーと一緒に口に運んでいきます。このゼリーにはオレンジ、メロン、イチゴなど色とりどりのフルーツが散りばめられています。そしてそれにまとまりつくようにこの美味しい透明の甘いゼリーがまたいい味を出しています。もう一つ、これはグレープフルーツか。至福の表情を浮かべます。先ほどのイチゴの色も鮮やか赤色だったんですが、このグレープフルーツもまた鮮やかな色をしていました。パイナップル、イチゴ、そしてグレープフルーツといって、さあ今度そろそろ順番を考えることもできそうだが、あー、この真ん中いきます。ど真ん中、オレンジだ。この小さなグリグリという音、一つ一つオレンジの果汁がじゅわっと染み出していることでしょう。私も今思わず唾を飲んでしまいました。目の前でゼリーを食べている様子を実況する、これほどまでに心に来るものなのか。あー、ちょっとでいいから分けてほしい。さあ下の方には、お、分けよう、の、またこういうちょっといたずらっぽい顔を浮かべて、あ、いいなー、ちょゼリー大好きなんですよね。今度は、あ、丸くくり抜かれたメロンですね。うん、あ、また甘そうなメロン、色もいい色をしていました。透明なゼリーいきます。ゼリーも残りますが、まあこれはあのお弁当と違ってだいぶテンポよく食べ進めることができています。大きなリンゴが残っているが、その前に、うん、それはなんだ、スイートフルーツ、グレープフルーツ、グレープフルーツもう一切れあったんですね。グレープフルーツ行って、そしてゼリーも行って、で最後に残しているのはこの大きな皮付きのリンゴ。これ一口でいくのか、そもそもスプーンに乗るのか。これが最後に控えていた、最後大きなリンゴを一口でいきました。シャキシャキという音が聞こえています。うん、ここまでわずか3分少々、あっという間にこのゼリー完食間近となっています。残すはこのエンディングに向かってゼリーを残りわずか食べていきます。さながらウィニングランのように最後ゼリーを食べ進めていって、まもなく完食。うん、ここまであっという間の完食劇でした。色とりどりのフルーツが入ったゼリー、これで山内アナウンサーフルーツゼリー完食です。もう一個食べたい、もう一個食べたいです。もう一個あるそうです。あるんですか、お、いいんですか、出ちゃったのか、まさか、え、まさかの、まさかのおかわり、え、しかも今度は違う種類、え、今度は、わー、いちごオンリー、いちごの甘さで押していくというようなゼリー、え、まさかの山内アナウンサーゼリーおかわり2個目、しかも今度はいちご、もうこれ実況するにもいちごとゼリーそれだけ。うわー、甘そうないちご、いきます。ちょっとこれあのただ食べさせるだけというのも私ちょっと尺ですので、
なんか喋ってください。いちごどうですか？めちゃくちゃ美味しいです。甘いですという食レポも適当に済ませてただ食べることだけに集中しようという山内アナウンサーです。甘いのは見ればわかりますゼリーを食べます。もうこれがいちごが1個に何個入っているんだというぐらいいちごがぎっしり詰まったゼリー。まさかの2つ目、実はこのフルーツゼリーの実況、先日アップロードされたお弁当の動画と同じ日にお弁当を食べた直後にこのゼリー撮影しています。ということは山内アナウンサー、この短時間の間にあの9つに分かれた色とりどりのお弁当とフルーツのゼリーを今2つ目食べようとしている、うん、こんなことがあっていいのかさっき会社でチョコも食べてこの収録の前、小腹が空いて山内アナウンサーチョコも食べたそうです。カロリーが今日はパンクしていますね。さながらチートデーというところでしょうか。大きなイチゴがまだ何個も残っている。うわー、ゼリーとイチゴが組み合わさって体揺れている。ちょっと食べさせようとするけど自分の口にどうせ運ぶことは分かっていました。もう今ね、口の中が唾でいっぱいになって、いやこれまさかの見ているだけでもこんなに唾液が出てくるもんなんですね。またいちごいく、もう実況が単調になってもういいやもういいや、もうどんどん食べてくださいこんなもう僕はどうせ見ているだけですよ。いいな実況してちゃんと。先ほどから何度唾を飲み込んだことかしばし山内アナウンサーがゼリーを完食する様子をご覧ください。実況サボってるこの瞬間を楽しみましょう。いいな実況は早々と大ぶりなイチゴは食べ終えて、これまた本当のウィニングランのように最後ゼリーをゆっくりとゆっくりと少しずつ食べていきます。もう一個食べたい。もうないそうですもうないそうです2個だけ、2個でも十分食べたでしょうというところですが、最後の方はなんだか実況もいい加減になってしまいましたがもう一生懸命やっていたのは最初のフルーツゼリーの半分ぐらいということで、これであっという間に山内アナウンサーフルーツゼリーを2個完食です。いや美味しかった、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いいね、さっきが実況サボり出すのめっちゃ面白かった